突然ですが、皆様、野鳥観察はしていますでしょうか。私は世界で一番ゆるい撮影スタイルを目指して日々模索しています。さて、今回の主役はメジロです。早速見てみましょう。暖かくなり、桜が咲き始めました。メジロたちが桜の蜜を求めて集まります。桜と鳥を同時に、そして気軽に楽しめる時期です。しかしメジロにとっては一概に喜べる状況ではないようです。桜は咲いている時期と場所が限られているため、多くのメジロが同じ場所に集まってきます。メジロは採集場所を確保するために他のメジロを追い回します。襲われることがあります。メジロは周囲に注意を払いながら採取しているようです。花の蜜を吸う姿を可愛らしく、いつまでも見ていたい気持ちになります。